ファイトン・レブリコダ・アカオ・帯鳥タは、長江熱帯鳥目熱帯鳥か熱帯鳥属に分類される鳥類。インド洋、太平洋日本では、北洋島、西の島、南鳥島、南洋島で繁殖例がある。小笠原諸島や中・岡見島に飛来し、本州沿岸部でも観察例がある。全長90から105センチメートル。全身は白い。目の周囲や、 オバキ部の仮面を覆う羽毛に黒い斑紋が入る。中央のオハ2枚は赤い。種小名ルブリコダは赤いオノののい。くちばしの色彩は赤い。後の色彩は黒い。以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。2012年の日本産鳥類目録改定第7版では、ミクロネシアやイオーレットをハワイ諸島で繁殖する亜種として亜種、アシュ 赤尾熱帯状 PR ロトスキルディを掲載している。一方で2020年の時点で IOC ワールドバードリストではこの足を認めていない。熱帯や亜熱帯の海洋に生息する。トビウオ類などの魚類、赤いカ,カ類などの軟体動物などを食べる。繁殖様式は卵生。集団繁殖地を形成する。熱帯では周年繁殖する地域もあるが、 イオーレッ島ではこの7月に産卵する。岩の隙間焼きの根元などに1回に1個の卵を産む。死有交代で放卵し、放卵期間は約28日。強い日差しを避け、木陰に巣を作る。巣材は何も使わず、卵を産む。生息数は安定していると考えられており、絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で、 繁殖地にネズミ類が侵入することによる影響が懸念されている。ありがとうございます。